ラジオネーム。はい、大丈夫です。そうですね、はい、はい。私が大好きな、新作も大好きな、ヤボラジ。ヤボラジですね、はい。これはやっぱり、ぼやきの回なんで。そうですね。うん、言いたいことを言える。好き勝手。ですよ。逆ポイズンですよ。言いたいことも言える内容の中じゃないですから。逆ポイズン。はい。始めましょうか、はい。結構来てるんですよ、また。来てますか。なおてつもね、スパンが。ですね、前まで。はい、私のね、携帯のメモ帳に来てますんで、はい、読み上げたいと思います。まずラジオネーム、はい、ドリームボックスチェゲラッチャさんからです。ドリームボックス開けましょうですよね。開けましょうですね。ここはディスってますね。うちのやぼね、夏祭りを、まあ、でも詳しい方じゃないですか。いやですね、ですね、なんかちょっと愛がありますよね。ですね、うん、ドリームボックスチェゲラッチャさんからね、マルビーズ再生6万回達成おめでとうございます。ね、ありがとうございます。ありがとうございます。時々指摘コメントがありますが、返さないのですか。あ、うん、まあ、いちいち返すのもねと思ってたんですけど、あの亀の甲羅が持ってないというのはずっとこれまでも、はいはいはい、今も、はい、やっぱ言ってきますね、はい、うん、それはまあいいとして、結構ねガチなやつが2つぐらい来てるんですよ。ほう、まずね、息切れをごまかしてる感じでしっかり歌えてないと。で、歌詞ももう少し煮詰めましょう。あ、やり直しと。息切れしてとかありましたっけ。いやいや、多分ね、あるのかな、わからないですけど、うん、これね、前も言ったんですけど、うちはやぼじゃんっていうのは、はい、何々歌ってみましたっていうのをメインにやってるわけじゃなくて、だったら上手に歌えてなかったらね、そんなコメントもね真摯に受け止めないといけないんですけど、そうじゃないんで、うん、これ本当に空いた時間でちょこちょこっと2日ぐらいで作り上げたやつなんで、そんなに力入れてないんですけど、この人はすごく力の入ったコメントが、ね、そうですね、なんか伝わってるんでしょうね。まあ、ごまかしてるから、そう捉えてしられたのかな。で、まあ歌詞ももう少し煮詰めましょう。まあ元々煮詰めてないんで、さらに煮詰める気もしないし。そうですね、うん、あれはあれで終わりです ね、完成ですもんね。そうですね、でやり直しと、やり直さない、やり直さないです、うん、さない、うん、ということですね。あとね、はい、もう一個来てるのはね、替え歌は少し変えるから面白いわけで、はい、これは変えすぎと、何の曲でもいいじゃん、途中で見るのやめた。まあ来てるんですよね。まあ替え歌はどこまで変えるかが、変え、ね、定義っていうのが人それぞれなんで、この人の定義はそうだったんでしょうね。まあそこまで考えてないのが私の定義ですね。で、まあ何の曲でもいいじゃんってあるんですけど、いや、ビーズじゃ、うん、だったらビーズでもいいじゃんって思うんですよ。うん、そうですね。なんか他のね、例えば、はい、玉置浩二のね、田園とかね。まあ、田園なんでね。まあ、ここら辺風景、風景じゃないですかね、完全に。それ歌ってもやっぱり言うんですよ。何の曲でもいいじゃんって。じゃあ何でもいいじゃんって。そうですね。思います、思いますよね。思います、思いますね。何でもいいじゃんってなりますもんね、そこまで言われたら。でね、これ、途中で見るのやめたって言うんですけど。はい、途中で動画を見るのをやめる人って、その動画が全く刺さらなくて、もうどうでもいい、もう次に行こうっていう、次の動画に行くんですよ、絶対に。ですね。わざわざ書き込まないんですよ。はい、ここまで書いてるということは、全部見てます、ね。見てますよね。見てますよ。もうバレてますよ、うん。わざわざ書かないでくださいね。ですよ、バレバレですよ。うん、見てしまって、あ、見るのやめたって書こうと思ってね、書いたみたいなね、もうバレバレです。はい、まあ、これからもそういった、ヤボラジのネタとしてね、はい、どんどんガチのコメント欲しいですね。ガチでお願いします。はい、はい、次、待ってます、うん、ラジオネームソネタイプさんから、ソネタイムですよね、本当はね。ソネタイプそれがいいんですか。それがタイプなんですかね。それタイプなんですか。ソネタイプがあるからですよ。え。まあまあ変わってますね。まあ、まあ、内容聞きましょう。そうですね、書いてるか、はい、エアギターです、うん、エアギター、はい、インヤボ、お疲れ様でした、はい、渋滞しなかったですね、わらわら、ね、これはもうわらわらで仕方ないですね、そうなっても。この人これ来た方ですね。来たんでしょうね。あ、そうですね、そうですね、うん、来たからその風景分かってるんですね。分かってるんですね。まあ、あれだけね、渋滞するするって言いながらしなかったということで、うん、ちょっと笑われてる感じが、うん、でも結局ですよ、負け惜しみじゃないですけど、終わってみたらあれぐらいの人数だったからちょうどいいぐらいのね、あれがもし超満員とか膨れ上がってたら、はあ、めちゃくちゃ熱くて、そうですね、ちょっとやばい状態だったかもしれないですね。いろいろと問題が、そうですね、まあ運も味方につけたみたいな我々はね、うん、そういうことでね、うん、はい、はい、じゃあ次、ラジオネーム
あでもそれのこと全く書いてませんねこの人だ書きたかったんでしょうねそのタイプってね関係それ全然興味ないでしょうね全然関係なかったですねそのタイプに書けようと思ったら、うん、そのタイプだったとはい次ラジオネームタシロングさんからタシロングポテロングポテロングタシロングですかタシロングじゃなくてタシロソングでしょうねソングタシロソングタシロング、うん、さんからはい、山口県のプロジェクションマッピングからもうすぐ1年が経ちますがその後動きはありますかこれあるんですよありますか、うん、10月の下旬にまた行くんですけど、はい、マッピングの依頼がもう結構早くから来てまして、はい、ただ今回のマッピングはそこまで大々的じゃなくて、はい、体育館で、はい、そのこの前やったエアギターみたいなのその壁に映してやるみたいなやつで向こう子供たちがいろいろなんかステージングで動画とか作ってやってますんで授業に行ってますね、うん、それをメインにあと外壁のところでちょっと仕掛けを作るみたいな感じなんでまあそこまで、ね、あのがっつり行かないんですけどまあ行ってきますその中でね、はい、私やりたかった夢があるんですよ夢が、うん、大きく出ましたね講演会やりたかったんですよ講演会ちょっとトークしてくれもらえませんかみたいなポポちゃんでということでートークを結構時間的にはで45分ぐらいそんなもらってるんですか45分3回回すんですよ人数が多いんでこういろいろ回ってるうちにそこに来るとそんな時間回ってるんですね それで45分3回しないといけなくて、うん、まあ遠くも3回ですよ、うん、全く同じも同じものですね変えるかもしれないですけどでねまああのその講演会とかみたいな感じじゃなくて、うん、まあ自分もいろいろ経験してますからそれも子供たちに伝えてっていうのも考えたんですけどそんなの聞いてないんで多分、うんちょっと面白おかしく、うん、面白話をしたいなと思います。うん、まあ、うん、あなたがやらかしたこととかもね。あ、僕山口真理の名前で披露に。まあその動画はね、また撮ってアップしたいと思いますので、はい、あぜひお願いします、ね。うん、ちょっと楽しみにしててください。はい、はい、また行ってきます。はい。はい。はい、ラジオネーム前回チャックさんから前回花火。前回花火ですね。前回失礼だね。チャック失礼ですね。ちょっと失礼ですね。まあいいか。はい。はい、セブンシーズ3回目の世界一について思いを聞かせてくださいあなたは見てましたよね見てました生でね生で見ました起きてたんですよね見てました私悔しかったですいや新作見てんのに俺寝てたかと思っていや起きてられなくて、まあ、次の日を待ってたんですけど、うん、起きてましたやっぱ興奮しましたねしましたが何言ってるか分かんないので、うん、いつ発表するのかとかあそうだよねもう絵だけ見てね絵だけ見て、うん、来たとセブンシーズって言った時にわーって言ってるからあこれで決まりなんだって感じで、あ、はい、あ演技も見てました演技も見ましたあ見てました、はい、同じものなんですけど同じクオリティ、はい、いや全然すごかったですね、うん、あの髪切った時もキレと迫力とかがもう全然違ってですねやっぱあの1ヶ月間また仕込んできたんだなと思いましたね、うん、私は5時ぐらいに目が覚めてすぐ携帯見たんですよ、はい、ツイッターとか見てね3回目の優勝しましたみたいなね起きてすぐですよ、はい、目に涙が溜まりましたいやもう良かったですよ野暮の誇りですよね誇りですよ ね本当に誇りですよいやもう楽しみです今後も楽しみです、ね、野暮から選ばれてですからね、うん、そうですねはい、はい、ラジオネームブラック劇場トミーと松さんからトミーと松って昔あったありましたねトミコーっつってねピクピクって言ってねあの松崎しげるがね、興奮して相手をやっつけるっていうブラック劇場トミーと松ですよトミーと松トミーと松、うんはい、うまいですねこの人、はいはい、危なっかしいトークを聞きたくて毎回ヤブラジを楽しみにしてます、はい、でも最近毒が弱いのであまり面白くありませんおおストレートにきますねまあまあ確かにねいろんなことを言ったりするんですよねまあそれがヤブラジの醍醐味なんですけどないことはないんですよないことないんですか一個ちょっとあって言います、うん、これ来たんでちょっと言いましょうかね、はい、これね以前のそのエアギター世界大会のね世界大会じゃないあのジャパンの、ね、ジャパンの決勝の生配信のコメントに強烈なやつがすぐに入ったんですよバッドコメントが超バッドコメントが生配信の、ね、はい、うん、チーターのトラブルについてでかなりお怒りの様子で、はい、これがねちょっとうーん暴力入ってるぐらいの本当ですか表現なんですよ、うん、これはね暴力と私は捉えましたんで、まあ、それについてはやっぱり大人なんでこのチャンネルもやってますんでちゃんと大人な対応でしっかり伝えられるように、うん、間違ったことが蔓延しないようにですね、うんうん、こっちの言い分もしっかり伝えて
返信したんですよ、はい、ただねそれはね私のコメントですね。ただポッポちゃんはそう言ってないんですよ。ポッポちゃんはそう言いかなくて、そうかなり多いかねのやつで、まあヤバラジーなんで、うん、まあ、ちょうどいいかなということで、あ、うん、ポッポなんで、ポッポちゃんなんで言っちゃおうかなと。わかりました、うん、思ってまして、はいはい、うん、これはねまずどういったことを言ってたかというと、はい、結構長いやつなんですよこれがね。チーターの証明トラブルの件。そうですね。ですね、はい、うん、まあ、いろいろ書いてあるんですけど抜粋しますね、はい、まあまあ謝罪もないし、はい、アクシデントなかったことにする気だったんですかみたいな ね、 あでね、まあ、あの運営側の落ち度なのにチャンスすらもらえず悔しくて納得いかなかったけど、まあ、何をされるかわからないからこれ以上関わらずに済んでよかったと心底思いましたと。で、まあ、チーターもね一生懸命練習してね、まあ、なのにこんなひどい仕打ちをする大会なのだということがよく分かりました。ゆるキャラだからと舐めないでください、うんうん、まあまあいろいろこう書いてあってね、そんな子にあなた方はねひどい扱いしたんですと、うん、あなた方のしたことは一生忘れませんからみたいな、わっせ長いんです。深いですね。一生使いましたか、うんうん、まあまあね、かなりお怒りなんですけど、うん、結構ね穴があってですね、穴があってはいはい、もうすごいちょっとツッコミどころ結構あるんですよ、うん、まずねゆるキャラだからと舐め合いでくださいとあるんですけど、うん、ゆるキャラと舐めるっていうのが私結びつかなくて、うん、ゆるキャラを舐めてるんじゃないですかって言うんですけど、うん、逆なんですよ。分かってませんね、うん、ゆるキャラって脅威なんですよ、うん、ね、ゆるキャラってそこにいて何もしなくても子供たちが酔っていくんですよ、うんうん、そうですね、私は一生懸命何映像でやったって子供たちあんまり酔ってこないんですよ。例えばですよ、立ちの夏祭りにゆるキャラを呼びましょうってなった時に、うん、私は絶対嫌がります、うん、なぜなら脅威だから。そっちに持ってかれますね。舐めてるとは逆なんですよ、脅威なんですよ、うん、だからエアギターに関しても脅威と捉えてたんです、うん、他の選手もね、ずっと長年やってきてる選手もいるんですけど、チータンってそれエアギタープレイしただけでちょっと異次元なんですよね、うん、でまあ、審査員からも刺さるところがあって、うん、まあ、もしかしたらね一生懸命これまで何十年もやってきた人がねチーターに負ける可能性があると、うん、それぐらいは脅威だと思ってたんで、まあ、舐めないでくださいっていうのは、この下ね、ゆるキャラだから舐めないでくださいっていう、ゆるキャライコール舐められるっていう意識がこの下あるんですよ。あるんですよ。そう、うん、それ先入観持ってる、ね。いや、それ何っていう感じなんですよ、私からしたら。いや、この人はゆるキャラが舐められる存在だっていう意識があるから、こんなこと言ってるんですけど、脅威なんですよ。だからゆるキャラを舐め合いでくださいと言いたいです、うん、逆に、うん、いや、あなたがゆるキャラ舐めてるんですよ。舐めてますよ。もう先入観持ってますよね。ですよね。先入観ありますからね。もうすごい違和感があってですよ。もうこれもうめちゃくちゃ突っ込みどころなんですよね。で、あれですよ、はい、チャンスすらもらえずで、まあ、ほら落ちたからね、はいはい、2回目なかったと、はい、まあ、ひどい運営のことを考えると、はい、まあ、決勝に上がったとしてもまたひどい仕打ちされるから関わらなくてよかったと心底思いました。この関わらずに済んでよかったと心底思うのは、うん、チータンなんですよ。本人なんですよ。まあ、まあそうですね。あなたはチータンみたいな、うん、チータンではないですね、思うような。ちょっとね、あれと思って、この人ちょっとかなと思ったりとかもしたんですよね、うん、これ以上関わらずに済んでよかったと心底思いました。あなたの意見じゃないんですよね、これね。このチータンが思うか思わないかの意見なんで、うん、ちょっとおかしいなというところが、うん、感じましたね。あとね、まあ、一生忘れませんから。いや、もうこれね、まあ、どっちでもいいんですよ。忘れても忘れなくても。ただ、この人の人生からしたら、うん、まあまあ、それを覚えてないといけないという意味では、うん、ちょっとどうなのっていう感じなんですよね。うん、海馬っていうところにね、記憶がね、蓄積されますよね。そこの一部の容量を食ってる状態でずっと生きていくんですよ、この。そうですね。しょうもない。で、ここの一部の容量は、これからも消えないんで、うん、ここに新しい何かが入ることはないんですよね。うん、容量が圧迫された状態、うん、常に。だから、会話の使い方が下手っていう感じですね。下手ですね。下手ですね。うん、もうすっごいね、こんな感じでね、来たんです、本当は言いたかったのは、今言ったことです。はい。まあまあすごいですね。これね、思ったんです。
すごい爆弾発言してるんですけど、あ、こっちがね、うん、バッドコメントしてるんですけど、チータンってやっぱりあの平和主義なんで、うん、こういうコメント一番嫌いだと思うんですよ。チータン見たらね、多分ね、悲しくなりますね。ぶち切れますよ。あの好きすぎるっていうのもあるんですけど、うん、好きすぎて相手を悲しね、その、うん、好きな人を悲しませてしまうっていう、うん、間違ったコメントですね。ちょっとね、うん、ダメですね、うん、ちょっと反省した方がいいと思います。実際チータンのファンも来られてましたもんね、会場に。来てますよね。チータンのファンが実際おられたんですけど、明らかにって感じですもんね。あのこっちの上のことも分かってもらえてて、うん、すごくあのなんか励まされたっていうのが、うん、でしたね。もう実際あれが本当のチータンのファンですよね、だと思いますね。実際に 現地に行って応援して、うん、何かあったけどそれはそうと、うん、いろいろやっぱあるんだということが理解できるっていう、最高のチータンのファンですね。ですね。あの方たちはもう明らかにファンって分かることでしたから、もうチータンの、うん、やっぱりそういう人たちを模範にね、うん、今後もこの方頑張っていただきたいなと思います。はい、見られてほしいですね、はい、ちょっと好きにしました。はい、はい、ね、ラジオネームね、はい、これ最後かな。どうでしたね、まだいましたね、うん、ラジオネーム、はい、ガンズ&ローゼスさんからネギ畑ガールズですよ、多分。おお、多分ね、はあはあ、いやもうガンズ&ローゼスなのかもしれないですけど、俺そっちがもそんなのかなと思って、はあ、はい、世界を揺るがすスーパーヤブランが欲しいです。持ってないですか？持ってるんです。持ってます持ってます持ってるんです。世界揺るぎました。これはね、世界がね揺るぐというほどなのか分かんないですけど、はあ、世界かかってます。世界かかってます。はい、このね、スーパーヤブランについてはね、次回のね、やぼちゃんで発表したいと思います、はい、次回してもこの後すぐですけどね、私たち収録。今回の質問に対して、ね、答えは次回言います。そうですね、そうですね、うん、次回言いますんで見てくださいということですね。はい、もう要チェックです。要チェックですね、はい、よろしくお願いします。他もなかったですか？ね、まあ投稿は以上なんですけど、はい、ちょっとあのお伝えしておきたいことがあって、はいはい、テゲテゲの放送はね、おー、ヤギダジャパンの決勝大会の模様が9月の6日、はいはい、19時から、ね、ちょっと長かったですけど、まあ、世界大会も終わったんで、はい、まあ、心がけなく流せるって感じで、ね、だと思います。で、そこで私、はいはい、まさか生出演します。やっぱりリポートで、リポートじゃなかった、あのリモートで、リモートで自宅から、はい、行くと思いました。いや MBC に、はい、もう生でリモートで出ますんで、はい、その時にね、ちょっと、うん、言いたいことが一つあって、はい、まあ、これが流していいのかなっていうのがあるんですけど、まあ、相談して、よかったらそこで爆弾、やぶ弾、世間に向けて、次に、ね、話するやつも一緒に言うんですね。はい、やりたいと思います。爆弾ですね。すごいですよ。爆弾まんまの湧いてきますね。すごいですね。田代っていうのはもう、やぶ弾だらけですよ。爆弾がもう、そうですね。